します。で横に流れていく感じでじゃあお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ向かって皆さん右手の方にお願いいたします。今手が上がっている方お願いいたします。私は松尾由紀美と申します。私は今まで漫画やイラストをはじめものづくりをすごく得意としてきました。その経験を生かして個性のある女優を目指していきたいと思っております。田中美智子と申します。私はモデルで培った経験を生かして存在感のある女優を目指して今頑張っています。和田あかりと申します。念願の女優デビューです。3歳の時からクラシックバレエをやっておりまして、バレエも芸能のお仕事も通ずるものがあると思うので今までの経験をしっかり生かして頑張っていきたいと思います。中川千佳と申します。私はミスワールド世界大会で経験したことを生かしてこれからの女優業に励みたいと思います。今日はこの4名のためにたくさんの方々がお集まりいただきまして本当にどうもありがとうございます。米倉涼子です。本日は新しい人生の始まり、どうぞ。すごい、私もなんか緊張してきました。本当におめでとうございます。はい、きっと楽しいことがたくさん待ってると思うので頑張ってください。米倉さんがこう女優さんとして現場に立つときにこう心がけていることとか。本当にこうやってたくさんの方々と触れ合うことが多くなるんですね。なので本当に自分をしっかり持って、あと私が心がけてたことは恥ずかしがらずに分からないことがあったら何でも聞くっていうことを、はい、今でもしてます。はい、今後演じてみたい役どころはありますでしょうか。ホラーとかミステリーがすごく好きでして、今後はミステリーで女探偵役だったり、こうホラーで幽霊に追いかけられる役だったりっていうのを経験してみたいなと思っています。高校生の時に理系科目がすごく苦手だったので苦手克服の意味も込めて医療系ですとか研究者とかそういう役もやってみたいです。私昔から好きな俳優さんがいるんですけど、今話題のレオナルド・ディカプリオさんが昔から大好きなのでぜひ一度、おこがましいですけど共演をさせていただきたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、私はアンジェリーナ・ジョリーさんですね。彼女ほら女優では もちろんですけど普通に私生活の方でも慈善活動などいろいろやられていて、女優としてはもちろん一人の女性として本当に素敵な方だと思うので、そういう風になっていけるように頑張ります。となると、はい、やっぱプライベートとか写真週刊誌の方に撮られたりというあると思うんですよ。なんか対策とか。まずいことは何もしない。潔癖に生きる。取られて困るような生活はしてないので多分大丈夫なはずです。大体一人ぼっちだからそれだけちょっとなんか嫌な書き方されたらなと思いますけど。そうなんです。恋愛は禁止なんですか。そうです。5年は5年間ご法度ですね。恋愛する暇もないぐらい忙しくしてください。